皆さん、こんにちは。マーティン。ではの役場、永久居住団のキングタケです。ミスター・バファローズ、鈴木啓司さんの捜査います。鈴木啓司さん、殿堂入り、野球殿堂入りを果たした名選手です。その名選手の裏には、まあ、監督、西本監督さんのやはり、見抜いた力があったからです。キャッチャーは、まあ、バッテリーといえば、梨田正孝さんですとか、有田修造さん、有なしコンビ、やはり、活躍があってすごいです。通算なんと300勝以上をマークし、317勝と、おったまげ、先発だけ200勝以上、中継ぎだけでも本当にすごいピッチャーです。毎年のように2桁勝利を飾る名選手で、20勝以上をマークした年もあり、最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振がなんと8回、江夏豊さんとは本当に超えた名選手です。本当に三振を狙うスタイルです。ストレート1本で勝負したピッチャーで、変化球も時折自在に投げる、もう、糸を操るピッチングと言っていいでしょう。これはまさに、オットマゲーと言っていいでしょう。はい。まあ、ピッチャーとして名エースですね。近鉄の名エース。確かにね、優勝にも何度も貢献したピッチャーと言っていいですね。はい。まあ、2位の年もありましたけどもね。はい。確かに変化球も打てませんし、何が何でも打てませんね。はい。まあ、大活躍のピッチャーと言っていいでしょう。引退後は監督を務めましたが、2位が最高、4位。最下位でやはり、野茂さんとの確執があったからね、そこが困りましたね。はい。でも名選手ですよ。はい。新語・流行語大賞、投げたらいかん、投げちゃいかんという新語・流行語大賞もノミネートされ、他にも県民栄誉賞などいろいろタイトル飾ったそうです。スポーツ報知賞など、はい、本当にすごい名ピッチャーです。というわけで以上です。バイバイ。